なんかもうちょっと期間3日ぐらい空くだけで久しぶりやなって思っちゃいます配信がね楽しいのでえー、何なに今日どうしためっちゃ可愛いんやけどやってえー、嬉しいんやけど何？になんやろ <laughs> 髪型かなちょっとねなんか今日はめっちゃみそらなんかすごい気まぐれな人で今日はもうめっちゃパンクにしたいみたいな人やばい今日はブリブリっ子したいぞっていう人なんか あのお姉さんっぽくしたいみたいな日がもうめっちゃ気分で偏るんですね。でも今日は朝起きた瞬間からはい。もう今日はお姉さんっぽくしたいです。っていう。もうそういう日やってちょっと珍しくハーフアップとかしちゃったり、なんかしちゃったりしてって感じです。可愛い,いかな？ありがとう。ちょっとリップ塗ってもいいですか？あのもうあるあるなんですけどね。配信通すとリップが薄いみたいな現象がありまして。 今日はお姉さんっぽくしたいデーでしたのでこんな感じにしましたなんか触覚が好きみたいなコメントが多く見えますけどみんなこれが好きなんですかこれが <laughs> じゃあ出しちゃいますこれからもあぶりカルビさん結婚して <laughs> えーちょっと結婚はしませんけど <laughs> ありがとうございます みんなからの、ね、気持ちを受け取ってあのいつかみんなに結婚しようねって急にサプライズしたいと思います <laughs> 山ちゃんも結婚してありがとう <laughs> いつかしましょうねありがとう清楚なお姉さん感いやあのね私こう見えて9期生で2番目のお姉さんなのでねだから今日はちょっとわがたんの固定部屋っぽいですか編み込みハーフアップみたいな感じです やっぱ固定部屋がねおろしの分ちょっと配信とかではいろんな髪型をしたいねみそねえ <laughs> ちょっと面白いねみそね語呂がいいのか悪いのかって感じ <laughs> 今日はノリノリですねほんまなんか一日楽しかったんかなみそら <laughs> 日高浩二金魚ありがとうスイスイ お山さん星の花火ありがとうございます。日おち女子はまーくん。これ何やろギターかなギターチチありがとう。川野さんこれなんだろうそくかなありがとう。また惚れた。えまた惚れちゃった。<laughs> 嬉しいほんま。ありがとう。なんかそうやって言ってくれるとこれからもいろんな味噌煮を出していこうと思うね。ありがとう。今日は あとメイクとかいつもと変わらんしほんまに髪型やね髪型あとね今日実は美空こんな平然とした顔してるんですけど前髪このぐらいまであるんですよだからめっちゃ頑張って巻いてこの前髪にしました今日はだからねもうすんごいあのこの辺なんてもうめっちゃ伸びたしもう力技で今日の前髪出来上がってます山 <laughs> ちゃん可愛いありがとう。 そうですね今日ジオンさんの誕生日です私直接お祝いしましたよ今日あのお会いできたのであの先輩方にね「おはようございますおはようございます」ってこう挨拶しながら通った時に「あジオンさんいる!」と思って「おはようございますお誕生日おめでとうございます」ってもう流れるように伝えたよ <laughs> 流れるように言っちゃった「舅くん花火の玉ありがとう」「そらねえ」あ「そらねえ」の方がまあまあまあまだ頃呂いいかもしれへんな <laughs> ミー23あこれギターじゃなくて花火なの花火ありがとうございますしんやさんも花火ありがとうギターやと思ってました野原 <laughs> しんのすけのすけさん花火ありがとうまだまだたくさんの魅力があるんですねいやすごい素敵な言い方してくださいますね <laughs> え他どんなミスラが見たいですか他何かやってへん系統あるかなストリート系とか ストトリート系やったことないよねそらあんまりあのこう見えこう見えてって先からどんだけこう見えてって言うんって感じやねんけどあの中学2年ぐらいの時はめっちゃストリート極めてましたもうストリートが世界で一番可愛いいと思っててめっちゃ極めてました <laughs> 今はこんな感じですけど当時はまさかね自分がもうリボンとか フフリフリ系着るとも思ってなかったし一番はパンク系に行くなんて全く思ってなかったぐらいパンクじゃないあのストリート系を極めておりました当時はもうキャップとかね命でしたねキャップとかあのラインパンツとかねラライン入ってるやつとかがすごい好きでめっちゃ極めてましたねえー、佐藤さん これもろうそくてて花火っこことこれはろうそくじゃないろうそく <laughs> ありがとう。いや曲げるの難しいねんけどミソラはもうね長年の技がありましてもうミソラ中学生の時からこの前髪やってるからねもう結構極めてきてるんですよ。ちょっとみそねえなんでねちょっと極めちゃってるので <laughs> いけます。このぐらいまでだったらいけますギリこの前髪に持っていくのが。 でもそろそろね切りたいんですけど研究生は勝手に前髪を切ることができないのであのメイクさんの中で前髪を切れる方と予定がちょっとガッチャンコしないといけなくってちょっとなかなかねちょっと合わなくってどんどん伸びていく一方でみすみそら前髪の発育がねすごくいいのでユウトさん花火ありがとうたくさんあくしか今から楽しみねえ本当に アクシカイはあのメイド服さんメイド服さん三 <laughs> の場所間違えたメイドさんの服とあの黒猫みそにゃになりたいなと思っててあの迷ってるんですよ黒猫の時は普段のあのツインテール系のちょっとブリッコ系のみそにゃにするかこの今日みたいなちょっとお姉さんっぽみそにゃにしてからの猫かみたいなすごい迷っててまだね固まってないです服のイメージはもう固まってるんですけど。 その日のの日自分のテーマをどっっちにするかまだ迷ってます猫ちゃんやからねどっちにも行けるんですよぶりっ子系にも行けるぶりっ子っていうかそのツインテール系のね一番やってるミソラか普段やってるミソラ系かあのちょっとお姉さんぶっちゃおうかなみたいなあの前回の難波式の握手会の時は2回ともお姉さん系で行ったんですね だから今回はツインテールとかにしよっかなという迷いちゃんチャンネルです <laughs>。迷いチャンネルです。アブリカルビさん、は花火ありがとうございます。ティックトック可愛かった。いやーありがとう、見てくれて。あの本当に投稿ボタンを押すのめちゃめちゃ緊張したんですけど、よかったらね、こうやって渚最高踊ってるので、見てくださいね。<laughs> 休みやったから配信見れて嬉しい。よかった 土曜日土曜日やからちょっとみんな見に来やすいかなとか思いつつちょっとあの楽しみにしてました <laughs> リュウさん花火の玉ありがとうこれ花火だよねれいくんも花火の束ありがとう双葉さんも花火ありがとうございますダンス音がやってみたら似合うんちゃうダンスねちょっと興味あります確かにあの いつやる高校生のいつかなんですけど3年間のどっかで美空はもしあの宝塚にいたら男役やと思うって言われたことがあってえイケメンってことと思って <laughs> あの調子乗りすぎなんですけど宝塚って男役役役ささんんとと女かかかなと娘役かなな娘があるじゃないですかその中やったら男役になりそうだねって言われたことがあって。 とか断層はすごい興味がありますミソラが男の子になったらどういう見た目になるのかっていうねしゅうくんくまちゃんありがとうリクパパさん花火ありがとうございますしんやさん星の花火ありがとう山とさん花束ありがとうございますバンドしてるミソラみたいあー どうしようあのドラムとかね叩いてるところ見せたいんですけど我が家にあるのが電ドラでございまして電ドラミスらいつもこの電ドラから鳴ってる音をイヤホンっていうかヘッドホンで聞いてるからそれをあの全世界にばらまくにはどうしたらいいんだろうと思ってあのスピーカーがないので我が家はねどうしようかなっていうちょっと考えときますもはやスタジオ借りた方がいいかもしれないですね。<laughs> セクシー系 <laughs> ちょっとセクシー系はちょっとね私あの色気がないのでちょっと <laughs> もうちょっと年重ねてからでいいですか <laughs> ?3 年後ぐらいにしますねセクシー系はちょっとあの久々なんで配信あのもうちょっとだけ喋ってから何グラしますねちょっとやっぱしゃべの楽しくって <laughs> ちょっと待ってくださいね 選手の日曜日曜女性枠でネームボード持ってたの気づいてくれて嬉しかったよキャーありがとうもう嬉しいよ本当にネームボードとかもさこうやってチョキチョキ作ってくれたんかなとかうちわとかもそうやねんけどねそういう時間すらもみすら妄想しちゃってもうめっちゃ嬉しいっていう気持ちが爆発しちゃうんですよ本当ありがとうこの技術 技術はね。手首のスナップにかかってます。こう、結構印象的に多いと思うんだが、こうこうね。ふんわりする人が多いと思うんだけど、ミせラは違います。もうこうやってアイロン持ってきたら、もうこうしても手首だけでこうね。折っちゃうんです。で、こう前のふんわりを出すっていうよ。りかはもうこのいかに。ここで折り曲げてこう持っていくかっていう話です。だから今こうこうね。あるやつをこう。前にこう押し出すんじゃなくてこう。横に。 こうするっていうのがポイントですね前より横っていうのがポイントですわ <laughs> かるかな前じゃなくてもうクイってもう横にしちゃいます <laughs> しゅんたくんかわいいありがとう <laughs> 裏でアバブミソという噂聞きましたそれ C ですなんか結構最近バラされてるんですけどそれ C でお願いします <laughs> ちょっと恥ずかしいので やばいドライアイ涙出てきたちょっと迷走します。急に目乾いた。めっちゃドライアイなんですよ、そらちょっと泣いちゃったさ。ちょっと泣いちゃいました。オ <laughs> ッ <laughs>、okay、謎テンションですね、今日。平八さん、レインボースターありがとう。え、結構お姉さん系希望 お姉さん系やと顔真っ赤になるかもしれないそれいい意味でええー、お姉さん系ええー、どうしようかな迷ってきた <laughs> お姉さん系もありやなどうしよういろんなミスラやりたいからね墓又日本刀が似合いそうほんま刀剣乱舞みたいな感じですかいややりたいねミスラでもやコスプレやりたいキャラがあのね浮かう浮かび上がったら あのすぐに携帯のメモのねアプリにすぐに入れてるんやけどあの女の子キャラよりも男の子キャラの方が多くってそのメモがねだからあのちょっとずつ消化していきますもちろん女の子もやりたいキャラがいっぱいいるんですけどなんか男の子の方がねやりたいキャラが多いのでちょっとやあでも <laughs> あかん男役は背の高い人が多いと思うその時点で私残念でしたチュー残念です私ちょっと背が1 5 0ンチしかないので <laughs> でも断層してみたいです山ちゃん熊ちゃんありがとう tiktok では若さを押し出してたってまだ若いでしょ私 <laughs> だまだまだ若いって言ってもいい歳じゃないですかその9期で見たらわかんないですけどまだあの選挙権を得たばっかりですから私年齢的に言うと若さ出さしてください <laughs> しゅんとくんハートありがとうそうなのよ、ね、ちょっとエンジン今かけてるからちょっとしもうちょっと待ってななんグラもうちょっと待って <laughs> ちょっともうしゃべんの楽しくって今ちょっとエンジンかけてる最中ですなんグラは住んだのあまだですあの今ちょっとしゃべってエンジンかけてるのであのもうちょっとしたらやりますね何のか公演申し込んだ「いやーありがとう」 知らぬ間に7日のメンバー出てたのでそう出ます私7日よかったらみんな会いに来てくださいね美空はあの先日ね6日間で4公演をやり遂げてあの体力がついたので <laughs> きっとバテずに最後まで150で入れると思うのでよかったらあの美空のね自信満々で踊る姿を見に来てください会いたいです待ってますアブリカルビさんハートありがとう くんめっちゃ可愛いありがとうよしさん花火ありがとううちは持ってるけどコンサートのピンクうちはピンクで可愛くて買えそうになったいやわかるよあれはもし美空があのファンやったらもう絶対もう今うちわがある数とか関係なくポチっちゃいそうと思ったぐらい可愛いですねピンクってだけでかわいくないですか 全然あの追加でもいいんですよ <laughs> もうミソラのうちは追加でもいいんですよ <laughs> 嘘ですあの無理のない範囲でお願いしますしゅう君結婚してありがとう <laughs> いつかね <laughs> メインメインシャンケイトさんハートありがとうハートじゃない花火ありがとうしゅんたくんハートいっぱいありがとう五百個も ありがとう500個分ぐらい送っとくね <laughs> ありがとう勉強になりましたあ前髪ですかそうですよ前に行くとねちょっとあの前から見た時いいとしても横にした時にすっごい前に前髪が出てる人みたいになっちゃってちょっと変なのでなるべくね手首を使って横にするようがいいと思いますうちは作ったけど変になっちゃったから見せるか躊躇しますえーそんなん言わなくていいですよ全然 あのね、あのクオリティももちろんね、おたくをする上では私もこだわってましたけど、もういざステージに立つ側になって気づくんですよ、もうその気持ちが嬉しいんです、本当に。<laughs> もちろんね、あのこだわってくれてるなとか可愛い,いなとかも思いますけど、まずそのこのチョキ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 ってしてくれたその時間とか思いがもう何よりも愛おしいので、あの部下っになっちゃったとかは全然気にしないでください。 だからといってそのこだわってるところをないがしろにしてるわけじゃなくてそのみんながうちわに込めてくれた思いが何よりも嬉しいっていう前提がありのみんながそのうちをねこだわったポイントとかもめっちゃ嬉しいですありがとうって思ってますいつもちょっと瞑想タイムしちゃいましてちょっとなな涙が出ちゃって <laughs> びっくりうん <laughs> 若ねえに見えてきた多分髪型やな <laughs> 今度はソラそう左右みそって呼ばれることが多いんですけどじ実は私たち左右そらなんですよそう嬉しい左右そら、めっちゃ楽しみにしてます <laughs> また見せてください松さん花火の玉ありがとう何グラ田中でもさそれミスラ思ってんねんもうちょいほんまに正直思ってんねん「玉や」と「田中」が全く一緒やねんあの 母音,子音母音かあいうえおの方が全部一緒でちょっと田中でよくないって正直今日の帰り道思ってましたちょっと候補の位置に入れときますね <laughs> えハート 1000! 俊太君ありがとうごめんさっき500の分投げちゃったからちょっと1000の分も送っとくねありがとう <laughs> ハート1000送りタイム <laughs> ありがとう この前公園で会えたの嬉しすぎて公園終わりニヤニヤしてたら友達に怪しまれた <laughs> いやー嬉しいそんなにやけるぐらい楽しんでくれたことが嬉しいな <laughs> でもさそういう時間も楽しかったりしませんなんか「え何かいいことあったんキモいで」みたいな言われちゃうぐらいあのに,にちゃーってなってる時間が結構楽しいよねいやーこれからもよかったらあのミスラと楽しい時間過ごしましょうね <laughs> ありがとう「男装したら誰をパートナーにしたいですか?」ってそんな言うまでもないですよ古川幸乃ですよ <laughs> この世界で結婚したい女性ランキング1位ですからね古川幸乃宮っちハートありがとうギリ10代ってじゃあギリって言わないでまだギリ10代になったばっかだから。 まだ選挙権得たばっかですから私もうギリって言わないでください選挙権おめでとうありがとう <laughs> ミヤチハート百個もありがとねあれだけ全力で踊ってて体力持つのすごいねえもうミスラも最初はもうどうなることかと思ったんですけどあのもうこの公演が終わったら倒れてもいいと思って毎回挑むことがポイントですもうあの セーブしようじゃなくてみそらはもう倒れてもいいぜっていう気持ちでやってますからねもう次のことは何も考えてないんです私一旦目の前の公演やりきるぜっていうその思いだけで毎回なんとかパワー理論ですけど乗り切ってます <laughs> それがポイントですユウさん星の花火ありがとうおおニューのうちはお披露目しますやったーめっちゃ楽しみにしてます <laughs> どんなんなんやろジョーさん 花束ありがとうございます仕事終わった今から帰るお疲れ気をつけて帰ってね大きく踊るミセラちゃんのダンス好きですあありがとうございますもうそれが私の何よりものねあの生きがいですのでもう大きく踊るぜっていうぐらいのもう誰よりもね誰よりもやったるぜっていう気持ちのもといつもいてますので嬉しいですありがとうリクパパさん星の花火ありがとう よし俺もその前が勉強しようえいいと思うよこれあの最近流行りの,あの男性だったらあのマッシュとかに使えるんじゃないですかとか言っての <laughs> わかんないですけどマッシュの髪型をどうやってセットするか知らないですけどあのこれマッシュとかなら使えるんじゃないですかねちょっとわかんないですけど使ってくださいもうあのおしゃれに性別は関係ないですからうちは手書きでもいいですかいいに決まってるじゃないですか その魂がこもってますからね。いいですよ。さよそらって可愛い。いや、それな。さよそらって最初にさよきがつけてくれてたけどね。可愛いよね。握手会申し込んだよ。ありがとう。めっちゃ楽しみにしてます。ミみそらでもいいんちゃう。<laughs> ひねりなくね。もはやまっすぐにいっちゃうっていうね。それもありかもしれない。 中西うちわ作るよやったーそのあのね美空がペアでうちわを作ってもらえる率が一番高いのがやっぱ中西であのゆまのファンの方が中西っていううちは作ってくれてることもあるしミスラのファンの方が中西って作ってくれてたりもあってもうすごい嬉しいです。もうどっちの ファンとか関係なくその中西を愛してくれてるというその事実がもう私ゆまのこと大好きなので <laughs> もうゆまと私を好きでゆまと私のねそのペアを好きでいてくれてることがすごい嬉しい <laughs> 見つけるわありがとう「田中」で考えてたやっぱりやっぱ「田中」って言うよね一回はスらも言ったことあるもん昔。<laughs> ゆきちゃんバラありがとう。 日高浩二レインボースターありがとう <laughs> そう前髪なくなるのよね毎回 <laughs> 生誕は命のへそで本当に倒れるんじゃないかとハラハラ倒れないよもうあのミスラたまにで、ね、も足がもうフラットしちゃう時があんねんけどもうそういう時は振り付けにはないけど一歩踏み出したりして耐えてます <laughs> もうそれ多分先生が見てたらお前はそこで一歩出しちゃうよって怒られますけど倒れ料理かは踏み出した方がいいじゃないですか人生と一緒で 人生もね、倒れる前に一歩踏み出すべきですよ、皆さん <laughs> だから、一歩踏み出してます、いつも <laughs> シースルーマッシュに使える技だと思うあ、そういうのがあるんですかシースルーマッシュですかそのままか、シースルーのマッシュで、マッシュの方、今マッシュの方見てるかわかんないんですけどマッシュの方に質問があるんですけど前見えてますか <laughs> マッシュの方ってすごいあの髪がこうかかかかっってててるじゃななないですす前見えてんののと思って結構心配になりますあのこれぐらいのマッシュだったらね見えてるだろうなって分かるんですけど目にかかってるマッシュの方いらっしゃるじゃないですか結構街中とかあの梅田とかに多いんですけど前見えてんのかなと思ってその辺どうですか今マッシュの方に聞きたいんですけど前って見えておりますか <laughs> まさか名前呼んでくれるなんて思ってなかったいや呼んじゃうからねみそにゃみそ <laughs> ラブフォーエバー <laughs> いいねその言葉みそらもらおっかなみそラブフォーエバーかわいいありがとう <laughs> もらうわこれからこれからもみそラブフォーエバーでいてくださいとか言って <laughs> 使っちゃう山 <laughs> ちゃんかわいいありがとう <laughs> 照れちゃいます みすらちゃんのパフォーマンスはかっこいいとかわいいの両方見れて大好き嬉しい <laughs> もうねかわいいの出し方が分からなかったので当初はそうやってかわいいも見れるって言ってもらえてもうめっちゃ嬉しいですもうあの心置きなくぶりっこしますこれからも <laughs> 歯型なうちは作るかいやか大歓迎もうペアうちわとかもねみすら隅々まで見つけてるから大歓迎 たまに見かけるよ歯型のうちはそういう時はねハガレイのとこに行ってこうして「イエーイ!」って「イエーイ!」ってやってる <laughs> 嬉しいペアうちはも結構嬉しいですなんか誰といるみそらが好きなんかなとかがすごい分かったりしてすごいね嬉しいですどんなうちはもうれしいです待ってます <laughs> お味噌もええやって思ったこの頃 <laughs> お味噌？お味噌おあの。 けあ,あ、あかんわ企業名言いそうになりましたちょっとダメです <laughs> きっぺいさん星の花火ありがとうみそらしドカンいいねみそらしドカンですよ <laughs> 魂の叫びを感じるここから叫んでますからねブワーってこうやって <laughs> 叫んでおりますお腹が空きすぎて倒れることはないですねあの びっくりするぐらいお弁当を食べてるので、嬉しいことにお腹は空かないですね。普通にあのやりすぎて自分の力に自分が振り回されそうになることがあって、あのシュンシュンシュンってこうさ向ける限界があるやんこうやりすぎてこの型に振り回されるみたいなが多いかな一番は。あとはもう最近なんかあのフラフラなんですよ。多分これは軸がなくて体に。 あの世界からミスラのグラムがちょっと最近減ったのでちょっとそのせいでフラフラっていうとこもちょっとあったりするのであのこのせこの地球に田中ミスラの重さをもうちょっと増やしたいなと思います <laughs> あのパフォーマンスにもつながるんですよ体形管理ってもうあの初日の頃の自分の力強さを出すにはもう世界に田中ミスラを増やすしかないんですよね <laughs> なんかこの間リハーサルの映像を見てたら何か足りひんと思ったら重みだったんですよ重みがなくてちょっともう地球に田中み空のグラムを増やすぜっていう作戦ななです <laughs> もうねいいろんなところに響いてくるんですよねだからもうあの写真写りは確かにあのグラムが少ない方がシュッとして見えると思うんですけど 美空はそはの写真写りも大事ですけど何よりもパフォーマンスを命にしている人間なのであのそのそ写真写りが良くなるためにパフォーマンスが悪くなるぐらいならもう写真写りが多少まん丸になってもいいからあのもうパフォーマンス良くしたいのでちょっと「世界に田中ミヤッち花火ありがとう」 マッシュは毛先が目の中入ると痛い人だからやんないいやそれも思うねんほんまに目に入って痛そうと思ってだって美空さんまつ毛がさ一本自分のがさ目に入るだけでも痛いのにさマッシュのあの目にかかってる方ってもうなんかすごい常時刺さってそうじゃない目にだから痛くないかなっていうあ片目見えへん時あるやっぱりやっぱりね <laughs> ちょっと思ってましたよ見えてないのじゃないかなって <laughs> ははもうう結婚ししたた前提でうちは作りましたあフう,うちはね <laughs> びっくりしたよ「夫婦って書いてあったからでもあミ美空とユキなんかなと思いましたよ <laughs> 片目見えてたら耐えあそうなんやあーでもちょっと視界悪いかもちょっと一回遮ってみちゃうあかんわ今めっちゃあの住んでる地域バレそうなもんだしそうになった危なーあの空手の大会でもらったトロフィーを <laughs> 目の前にあったんでこうしてやろうとしたけど <laughs> あかんわあーでもなんか片目がこう覆われてるだけでちょっとなんかこの辺にあるものに気づけないですこの辺のものにだからマッシュの皆さんちょっと気をつけてくださいね街を歩く時はあのいつ視覚に襲われてもいいぐらいの,あの心構えしてないとダメですよ皆さんミスラ結構ねあの帰り道そんな感じですよああの最近はあんまり遅くに で歩くことないですけどあのもう最寄りからはねバスとかで帰ることが多いんででも学校の時とかって結構歩きとかで帰るわけですねほんならもうなんか全世界全員が敵に見えてきてなんか遅い時間ってもう後ろに誰か歩いてるだけで「はっはっ」ってなるじゃないですかわかるこれ見せるだけかなもうなんか学校に結構居残りさせられたりとかもうさせられたって言ったかねさせていただいてるもんね そう学校にりりをさせていただいてていおまましたりしましたちょっと意,意味わからん意味わからんちょっとね先生があの補修とかしてくれて居残りをねさせていただきました暁にはあの結構外が暗くなったりとかさしてる中で帰らなあかんしかも制服みたいなもうさ「JK です」って言いながら歩いてるようなもんやんか。だかからももううなんかもうちょっと ちょっと細い暗い道を歩いてるだけでも全員が敵に見えてきて敵っていうかなんか怖い人に見えてきてもう絶対そんなことないねんけど絶対ただただ夕方の散歩を楽しんでる人やと思うねんけどなんかすごい怖くなったりしてもなんか常にこうなんかファイティングポーズでこうこうやって <laughs> それはちょっと思ったけどファイティングポーズはしてないけどいつ誰が来てもいいようなこう常にこう警戒心をこもってね歩いてました。 だからあのマッシュの方は本当に気をつけてくださいだってただですらミソラは全開全開で見えてる視線やのに怖かったのにマッシュの方はこれですよってことはここにいる敵には気づくことができないんですよだからこっちからもし誘拐犯が来たとしたらあの連れ去られずに済みますけどもしこっちから来たらあの一発ですよみんなあのイカのお寿司です イカの寿司って何やったってやたけあの誘拐犯に対するイカのお寿司みたいな「行かないついて行かないイカか分からへん」<laughs> 分からへんけどなんかあったやん車になんか乗らないみたいなをあ分からへん分からへんや分からへんねんけどとにかくあのマッシュのの皆ささん気をつけてくださいあの目が隠れているということはあの視界が隠れているということはあの 敵に気づくことができない夜道が危ないっていうことですねだからあのいつ死角に襲われてもいいぞっていうぐらいの心構えで夜道を歩いた方がいいですよ何 <laughs> の話してんねんね何暮らしてくれって話ですけど <laughs> ちょっと楽しすぎて喋るのがめっちゃ喋ゃっちゃう翼さん星の花火ありがとう 田中美空グラムちょっとインスタグラムみたいになってるやんじゃ違うよインスタグラムじゃないよ <laughs> そうそう世界にね田中みそらの可愛いい部分を増やしていこうかなみたいな感じでございます松さん花火ありがとう白米さん金魚ありがとう あセンターパートは一番安全ですねもうだってここが割れてるからもうさ視界良好にも程がありますよねいいと思いますやばいね何ぐらせずに35分経っちゃった <laughs> いやーでも楽しいねやっぱ配信はそうそうだからあの女性のみんなもね夜道歩く時は気をつけてねくんがあの「たまや」って送ってくれましたもう今回のテーマを見失いかけていましたねありがとう そううい夜は、まあ、あの空手はやってましたけど空手はね人を倒すためにやるわけではないのであの最終手段にしたいのでねなるべくは未然に防ぎたいわけですだか,らもうだから帰りにもめっちゃ走ったこととかありますよなんかもう一人後ろに人がいるだけでめっちゃ怖くなっちゃってもう全速力で家まで走ったこととかもありますもう絶対その人はね悪い人じゃないねんけどめっちゃ走ったりとかもありましたね <laughs> 待ってめっちゃおもろい田中美空鍵格好俺の後ろに立つな <laughs> めっちゃ面白いそれそれ言ってみたいなんか変に変な人が後ろにいたとしたら「貴様俺の後ろに立ったな <laughs> 俺の後ろに立つんじゃねえよ」って <laughs> 言いたい <laughs> どうなるか分かってんだよな「俺の後ろに立つなよ」って言ってみたいね <laughs> 確かにあののよまず最初は男性がよくやってるマッシュの髪型があるやんあれって前見えてるんですかっていう話から始まってなんか片目が隠れると結構危ういみたいな返答が返ってきたからあの片目が隠れるだけであの視覚が増えるからあの夜道に気をつけてねっていう話を <laughs> してたよ <laughs> <laughs> 何の話やねんって感じやねんけど。行かない乗らないい乗ら 大声を出すすすぐにに連絡る知らなないいい人つてか待ってそんな感じがするついていかないイカの乗らないお寿司大声を出すす司すぐに連絡する知らない人についていかない絶対そんな感じやそうそうそれそれそういうのがなんか小学校の玄関にあの飾ってありましたでもイカのお寿司って何のこと言ってんねんとか思ってて。 あのイカの寿司っていう言葉を覚えたもののそれの意味は分からずにここまで育ってきました御年19歳です <laughs> お洋服かわいいえありがとうこれねもう型出しなのか出してないのかわからないみたいな感じのギリギリを攻めてるお洋服でございますあのきっと出してるんですけどねなんかあのさりげなさすぎてちょっとわかんないっていうかわいいでしょこれ炙りカルビさん結婚してありがとう 夜道守ってください <laughs> 行かない乗らない声ですぐ逃げる知らせるなるほどねやっぱりついていかないとか乗らないとか声を出すみたいなねそういう感じですね意味分からなかったです今まで <laughs> リクパパさんハートありがとうありがとうチャンネルです肩たたきじゃなくて空手チョップお願いしますえいっ <え> <laughs> これでここを癒やすみたいなのやりますかこれ何やったかなこの打ち方これ何やった人打ちですね人打ちえいえいえいこれでここを保護しましょうか人 <laughs> 打ちで保護しましょうか今から京都行くえー、めっちゃいいじゃんあの美空が今まであのモバメとかで送りまくってきた店をあの1個でも行ってくれたら嬉しいねあの 京都の美味しいものをぜひ食べておくれ <laughs> 楽しんできてね中二病すぎるってちょっと言わないでくださいよミスらいまだに中二病なんですから俺の後ろに立ったことを後悔させてやるよ <laughs> 言いたいなーちょっともうほんまに中二病なんでねミスらいまだにもうなんかあのみんなあのキャラ分かります あのサイキック層の災難に出てくるカイドウシュンくんってわかりますかもう死ぬほど中二病なんですけどいやーこの気持ちわかるなと思いながら見てますもんいまだにみそニャは私が守る <laughs> ありがとう <laughs> 心強いですシュンタくんペンライトありがとう明明日夜明けを着れるかあそうだよ明日みすら夜明けなんです 夜明け大作戦 TV ショーなんですよ起きれるかな美空こそ日曜日の6時半ですよ起きれるかな <laughs> いや頑張っておきようみんな一緒に頑張りましょうご機嫌いかがですか私は岐阜で。 某イベントのバンドメンバーでパーカッションやってましたすごいですねお揃いですか私とパーカッションみそらもね小学校の時あの4、5 6年生はあの音楽クラブがあってあの入ってたんですけど3年連続で4年生パーカッションで5年生がト,ロトランペットで6年生がまたパーカッションでしたで高校でまた3年間ドラムをやるっていうねもう打楽器を 愛し打楽器を愛し打楽器に愛されてないかもしれないからちょっとやめとこう打楽器を愛した女です私もお揃いですねなんで1年だけトランペット挟んだんって思ったやろみんなちょっとやってみたかったん管楽器を <laughs> ちょっとやってみたくなったんよそう1年だけ挟みました最近こそめっちゃ好きえ好きですかミスラもめっちゃ好きもうさ善は何回も見てるし漫画も読んでんねんけどもういまだに 急にうわク見たいってなっててな何回も見ちゃうなんか一話一話で途切れるからさあのどの場を見ても面白いよねいつ見ても朝日みんなあの無理しないでね <laughs> もうあの、ね、寝るのが人間一番あの大事ですからあの無理しない程度で起きてください「サイキクソー」履修してるの晴らしいもう全話履修してるよ大好きよもう何回笑ったか <laughs> 実家だ朝はすまんいやもう寝て頼むから寝て <laughs> 謝らずに寝て <laughs> もう全然寝ていいんだよ写メ会申し込んだメシナとリアルで初めて会えるやったー楽しみにしてます <laughs> もうもういい靴寝るとやね <laughs> ミスラさん太鼓の達人え練習しよっかな 練習したら得意になれるかもしれないです <laughs>。全然太鼓の達人自体はあんまやったことがなくて、ちゃちゃちゃかちゃ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 みたいな何回かやったことあるんですけど、あのアンサンブルスターズの音ゲーなら得意ですよ私。今日もあの帰りの電車でやってましたこうやって。運良く席に座れたのでこうしてやってましたよ。肩タタタ機ドラムロールでおねえ <laughs>。 ドラムロールめっちゃ練習したみんなわかるあのサーカスとかのさ「ドゥーンみたいなやつのさこのドゥーンの部分がドラムロールっていうねんやけどあれってただ連打してるんじゃないねんであれもうこの辺を長かすんごいうまく使ってこうドゥルルルってやってんのよあれめっちゃ難しいんよね小学生の時にめっちゃ頑張ってんけど確かにあれいいかもねすごい心地いい振動になるかもしれないでもそういう技術を生かしていきたいのにミスラ肩たたき会に。 あのパーカッション得意系女子としてちょっとそういう技術をね活かせたら <laughs> もうさっきから脳死でしゃべりすぎやからもう何言ってるか分からへんくなってきた <laughs> もういろんなこと頑張りますとにかくみんなのあの肩を癒せるように頑張りますねもしかしたらオールで参戦するかいや分かる店ラも今迷ってんねん,なんかオールでいった6時半の配信やりきって寝よっかなみたいないやこんな発言はしてはいけないよねアイドルが。 聞かなかったことにしてくださいちゃんと寝ます <laughs> 寝ます寝ます寝ますサイキクスは必修科目ですよね本当に人生の教科書ですシャメ会とオンライン楽しみすぎるねもうほんまに楽しみですみんなとどんな撮ろうかな写真なんかおもろポーズを考えてきてくれたりしてもいいんですよ全然 あみそらね前回ナンバー式じやったじゃないですかほんなら半分ぐらいの方が「みそらちゃん何でもいいよ」みたいな感じで「じゃあハートしますか?」とかさ「じゃあピースしましょう」とかさいろいろやってんけどさ結構半分ぐらいの方が結構これやろうよみたいな言ってくれはってなんかすごい面白いのとかもあったんですよねなんか。 すごい面白かかったのが、なんか僕は後で消しゴムマジックで消したいのであの消えてる僕に対して驚いてるみたいなポーズしてくださいみたいな方がいらっしゃったりしてもすごい面白いなぁと思ってあのそのユーモアセンスを分けてくれと思ったぐらいなんですけど全然あのどんなポーズでも美あはすぐに享受してやるのであのもしよかったらなんかこんなポーズ美空とやりたいとかあったらね、あの写真撮る前にね3秒ぐらいで伝えてください。<laughs> 何でもやりますよ。テルアイさんにオフオフしてた人生でした。<laughs> 結局ね、結局オフしちゃうよね。ミスラはねあのクスケが好きでした。<laughs> そこって感じねだけどクスケがすごい好きでしたね。あの性格すごいあのいいキャラしてません。<laughs> そうそう、スティックがねこうなんか早すぎて曲がって見えるみたいなそうそうそういう感じなやつです。 アラームセットして飛び起ってとりあえず夜明け見てる見ながらメイクするのが習慣めっちゃいい生活やんもうなんか毎日爆睡してて申し訳なくなってきました <laughs> たまになんかこの間あの m a の配信最初の10分ぐらいだけもうめっちゃ眠い目こすりながら「おはよう」みたいな <laughs> コメントして即行寝るみたいなあってんけどたまに見に行けてんねんけどもう気づいたらもうね8時とかなっててミスラ起きたらでもそういう習慣を見スラもつけようかなもう夜明け 見ないと寝れないみたいいなな <laughs> 寝れじゃう起きれないじゃあ弱気見ないとダメみたいな習慣つけようかなあそうそうそう太鼓の達人でいうとあのレンダーのとこあのサボるはるじゃないですかこうドラン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 ってあれをえー、漢字につなげていったらドラムロールになりますそうそうそうちゃんと寝て OK です寝ますよ でもさ寝たら起きないとあかんやんっていうのがちょっとミスラの理論でございましてだって寝たら起きなあかんねんででもオールやったら起きなくていいこれがミスラにとっては結構でかくてなんせ起きれへん人やからさもうだって寝ちゃったら起きなあかんからちょっと寝たくないなーっていう起きたくないからさもう <laughs> だって起き寝てしまったら寝坊する可能性があるけど寝なかったら寝坊しいひんやん もうこの極論ねもう極論やけどどっちを取るかっていうねもう寝坊したくないのよ一回寝坊しちゃってみせたら6時半から配信やのに6時45分とか50分ぐらいに起きちゃったことがあっても泣きながら配信したんですよもうなんかその時期しかもなんかメンタルがすごいやられてていろんなことでほんでそんな中で寝て起きたら「はい寝坊」ってなってもう自分への自責の念が止まらなくなっても涙がボロボロ出てきてもう <laughs>。 もうねそんな配信もう二度としたくないのでもういっそのこと寝坊するぐらいならもう寝たくないぜみたいな気持ちでございますあらまあちょっとこの配信切ったらちゃんとつけますよ <laughs> 昔小学校の時卒業生を送るのにティンパニー担当しましたいいね結構ティンパニーって結構人気じゃないティンパニーね美空はあの木犬やってましたね と木叩いてましたあの小学校とかの出し物会みたいなやつはしかも結構これ自慢があってまず木犬木犬でやってるよね木犬を6人ぐらいしかできないのにもう30人ぐらい申し込んできて <laughs> ちょっと持ったわ20人ぐらいから申し込んできてまずオーディションするじゃないですかで美空はちょっとありがたいことにね幼き頃からピアノを習わしてもらってたから基本的に楽器が得意やからそういうあの もっきんあ、なんて言ってたみそらなんて言ったみそらもっきんやんななんて言ったみそらえ、みそらなんて言った <laughs> え、もっきんもっきんやんなもっけん違う違うもっきんやもっきんをね基本何やっても得意やからまずそのオーディションもっきんねもっきんのオーディションに通れて まずその6人ぐらいに慣れたんですよ、ね、ほんでなんか小学校の木琴はなんかめっちゃでかくてあのめっちゃこの管通ってる管もでかくてもう音がめっちゃでかいやつが1台あってその他5個がまあ一般的な木琴みたいな感じがあってもうね先生直じ々きじきにもうしかもねこれ結構小学校あるあるやねんやけど結構さみんなあのまだあの他人を思いやる気持ちとかよりかは。 あの自分が自分がっていうさ時期やん小学生ってだからもうみんながもう自由に行けるからもうみんなが、ね、走ってこのでかいもっきん取りに行くねんかでもミソラはもうその戦うことが嫌いやから <laughs> もうもうみんなそれ使いたいんだろそれ使えばみたいな感じで <laughs> もうちっちゃいの起こしていつもやってたんですよもうそのミソラも本も大きいの叩きたいけど争い合うぐらいならもう安定を取りたい人やったからあのもうちっちゃいのやってたんですけど本ならあの先生が時々に その大きいやつは本番ミスらにやってもらうからって「は <laughs> えと思ってもうあのもうね結構練習が始まって1週間ぐらい経った時にあのそれ言われて「しゃ!」と思って「イエーって思いました <laughs> <laughs> 多分あのピアノやってるからね多分そこであの信頼があったのか分かんないですけどみんながねもう毎回音楽の,その練習の時間始まった瞬間にも走って。 取り合いをしてるその大きいやつをみすら毎回見送ってちっちゃいのやってたらあの大きいのもらえたよっていう <laughs> ただの自慢です <laughs> そういう話もありますよねこれ多分小学校5年生の時かなの話ですあの隣のクラスの先生が言ってくれたんですよちょっと「今日から大きいやつみすらにやってもらうから」って「イエーイ!」って音楽クラブの勝利と思いました <laughs> ピアノやっててよかったと思いつつね やっぱあの音楽クラブとかに入ってるだけでねちょっとなんか音楽できそう感があるじゃないですかそうだからもうね争うのが嫌いだったのでそうやって先生にじきじきにねおっきいやつもらえて嬉しかったなーっていう話です <laughs> もうね無欲の勝利ですね本当にその通りですよしさん花火ありがとうねえミスラちゃん一人で寝れるのか問題って寝れますよ あのさ2日前にユニバ行っ1んかあのママと2人でほんであのその日はアトラクションに乗るってうよりかはすごいなんかあの雰囲気楽しもうよみたいな日にやったからあの結構歩き回ってあのこの辺の雰囲気好きやわーとか言いながら一日過ごしてほんならもうね帰りの車でもうでに筋肉痛が来ちゃうぐらいめっちゃ筋肉痛の日だったんですね。 でも今日は筋肉痛くんの早いわとか思いつつ家に帰ってお風呂に入って手してるうちになんかすんごいもう太ももが異常なぐらい痛くなってきて太ももじゃない何やったっけ太ももじゃない方足のふくらはぎがふくらはぎがもうめっちゃ痛くなってきてあの類まれに見えない筋肉痛がきてねもうあのジンジンするやつですよあの多少なんか痛いなとかさ今日筋肉痛やばいじゃなくてもうあやばいもう噛みちぎられるみたいなさ痛さあるやんあれがきて 夜にでも頑張ってもう寝たら治るやん筋肉痛ってだからもう寝よう寝ようと思って目つぶっても寝れへんくて痛すぎてねほんでミスラは部屋が2階にあるから2階で寝ててんけどママが下のベッド1階のベッドで寝てるからもう重いねもう痛すぎる足をもう夜中にね引きずって階段降りてママが寝てるベッドに行って「ママ筋肉痛が痛いよー」って言って <laughs> もうあの痛すぎて。 なんか一人,じゃ抱えこ一人じゃ抱えきれなくなって抱え込めなくなってとにかく抱えられなくなりましてあのママが寝てるところを起こして <laughs> 起こしてまで「痛いよ」って言いました <laughs> ちょっと涙ほろりみたいなね <laughs> 痛すぎてしかもなんかそういう時ってもうなんかもうすでに3時間ぐらいねベッドで格闘したんです私もう部屋を暗くしてもなんかフィーリングみたいな音楽とかもかけてね なとかししてて寝るぞみたたいな感じでで頑張って格闘したんです ASMR とか聞いたりしてもうめっちゃ寝ようとしてんけど寝れへんくてでもうもう無理と思って起き上がってママのとこ行ってそういう痛い時ってもうママの顔を見るだけで涙が出るじゃないなんかホッとしてっていうかさ、ま、ママママという存在に対して涙が出るやんか <laughs> 分かるこの気持ちもなんか痛すぎてもうやってられへん っていう時にもう板足引きずって下に降りてやっとママの顔が見れたってなったら涙が出るやんかでも涙が出てきて <laughs> お夜中のね夜中の何時とかにもう大泣き大,大泣きちょっと嘘やけどあの涙ほろりみたいな感じでママの